試練を乗り越え、よく無事に戻ってきてくれた。さすがだぞ、後輩。次に必要なオーダーからいただいた卵を厩舎で返して、お供を増やしていくんだ。モンスターの巣を見つけるのもこれまた簡単じゃないんだが。何、心配はいらん。今日のところは俺が早起きして、 いい感じの巣を見つけておいた。マップに印をつけておいたから、早速行ってこい。巣までは少し距離がある。お供にライドオンしていくといい。
Thank you.
ライダーの暮らしにも慣れた頃じゃろう。そろそろお前さんに話して聞かせたいことがある。黒き闇、黒の狂気のことじゃ。それなら俺も見たぞ。あのナルが来るが黒いモヤに覆われてた。それが黒の狂気じゃ。古の頃よりそれは存在しておる。黒の狂気は一体何なんだ。黒の狂気って自然現象の一つと考えられておる。風のように現れ、風のように消え去るからの。それがどういうわけか、今回はなかなか消えぬのじゃ。消えなかったらどうなるんだ。この世は滅びに向かうじゃろう。絆石には黒の狂気を浄化する力があるのじゃ。ただしその力を発揮するには絆石の力を強めることが必要となる。今のお前さんにできることはオトモンとの絆を深めることじゃ。ライダーとオトモンの絆が深まるほど絆石も力を増すからの。わしも引き続き黒の狂気を監視しておる。新たな動きがあればお前さんにも伝えよう。さあ村に戻って修行を積むのじゃ。